次に19番、野呂和夫議員。野呂議員。新生クラブの野呂でございます。議長のお許しをいただきましたので、ただいまから関連質問を一問一答でお願いしたいと思っております。まず最初に、子ども教育に、必要な学力についてから質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。先ほど、いろいろな改善策をについて回答をいただきまして、本当にありがとうございました。これをもとに質問を続けさせていただきたいと思っております。特に、全国学力学習状況調査の課題、そうですね、結果に向けた、方策を立てるために、設置されました学力向上プロジェクトチームの、役割が大きいと、考えて見えます。そこで、学力向上プロジェクトチームの役割、取り組みは、何か具体的にお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。中田教育長。学力向上プロジェクトチームの取り組みについて、ご質問いただきました。学力向上プロジェクトチームは、学力向上推進協議会において全国学力学習状況調査から見られたその課題解決を図る、いわゆるタスクフォース的な役割を持つチームでございます。本チームは具体的な、解決方策を立てるために、実践経験の豊富な、授業力向上アドバイザー、あるいは小中学校の校長会代表等で構成され、教育実践研究科の第一人者であります、奈良教育大学教職大学院の小柳脇雄教授の指導も仰いでまいりました。取り組みといたしましては、教職員の授業づくりを支援するために、授業モデル案や、授業構想シートを作成したり、子どもたちの学力定着を図るために、補充的な学習の好事例を示したり、こういった各学校における一人一人の子どもたちにきめ細やかな指導に応じた、事例を各学校へ提示してまいりました。こういうふうにプロジェクトチームで構成された、プロジェクトチームで協議されたさまざまな方策は、学力、児童・生徒の学力向上を目指してという冊子にまとめ、各学校に送付するとともに、研修会で説明することで、各学校に、周知徹底を図ってまいりました。市教育委員会としては、いわゆる現場の中の大きな課題、それぞれが、これは一緒の場合もありますし、その違う場合もあります、あるいは教科によっても違う場合もありますので、そういったきめ細やかな部分を協議し、それを解決できるような、このプロジェクトチームをさらに本年度もですね、しっかりと運営しながら各学校を支援してまいりたいと考えております。野呂議員。はい、ありがとうございました。そこでございますが、課題解決の方策をもとに、子どもたちに、指導するのは、現場の教育であると思っております。プロジェクトチームの対策を立てる取り組みと教育の指導力向上は、学力向上のための私口は両輪と考えております。そこでございますが、この両輪という意味を持って、
教育の授業力向上に対してどのように行ってきたのか、そこのところお聞きしたいと思います。中田教育長。はい、先ほど大平議員のところでもお答えをさせていただきましたが、いわゆる教員の質向上というのが子どもたちの学力を測るための大きな一つの手立てでございます。そのために先ほども研修講座を行ってきたということをご説明させていただきましたが、さらに先ほど115回の講座を構築いたしましたと、多くの方がそれに参加をしていただきましたということでございますけれども、それ以外にも例えば私どもは研究指定校というのを設けさせていただきまして、その研究指定校でいくつかの教育課題を研究していただいております。例えば大江中学校、鎌田中学校区ではそれぞれの教育課題に応じた部分を研究していただいて、でいわゆる、研究実践の発表を行っていただいております。約これについては延べで757名の方、先生方が参加をしていただいてですね、でそこでいろんな、見てきた課題について自校へ持ち帰って、さらに校内研修を深めていただくと、例えば先ほどの大江中学校以外にも、英語コミュニケーション能力の向上を図る第一小学校、鎌田中学校、中川小学校、松江小学校、あるいは、第五小学校が学校経営マイスターの授業を受けていただいたり、新たな学びの創造授業として三雲中学校で研究発表をしていただきました。これについては全国から約180名の先生方にお集まりいただいて、研究会を開催することができました。教職員が自ら課題を見つけて、その課題を解決を図るための研修を受けたい、それが、いろんなところにその研修講座の、取っかかりがあると、そういうふうな、形で、こちらからこれをっていうんではなくて、現場の中でこういう課題に解決を図るための手立てを知りたいんや、そのためにこういう研修を受けたいんやと、そういう窓口をしっかり増やしていき、教職員の質向上を図ってまいりたいと考えております。野呂議員。学力向上プロジェクトチームの取り組みと、そして教育の授業力向上についての努力はよく分かりました。ありがとうございました。そこで平均正答率が全国に及ばない教科も今まだ残っていると思うんですけれども、それに関しまして、それも含めまして、新年度に向けた学力向上についての取り組みがあるのか、そこのところお聞きさせていただきたいと思っております。中田教育長。はい、今後どのような取り組みをということでございます。これからの変化の激しい時代を生き抜き未来を開いていくために、子どもたちに確かな学力を育むことが大切であると考えております。特に来年度は新学習指導要領に向けての準備や、小学校高学年における英語の教科化に向けての準備を進めていく必要がございます。例えばこれにつきましては、子ども支援研究センターで新学習指導要領に示された、授業の実現に向けた研修講座を開くとともに、実際の授業を、参観し、実践から学ぶ英語教育のモデル校授業と教員の、実践的指導力の向上を図る研修を行ってまいります。あわせて、先ほどご説明させていただきました、プロジェクトチームやら、あるいは、学力向上推進協議会、そういったあたりの充実を図り、より子どもたちに、その単に学力学習状況調査の点数だけではなくて、子どもたちに未来を生き抜く力であったり、自ら課題を見つける力であったり、その課題を共同したり、あるいは深くそれを追求していったり、そういった学力を総合的に、身につくよう、教育委員会といたしましても、今後とも学校と家庭、地域が一体となって、学力向上の取り組みを進めるとともに、教職員の研修の充実を図り、確かな学力を持ち、意欲的に未来を切り開いていく、子どもを育ててまいります。
野呂議員。はい、分かりました。まあ、今本当にいろいろスマホとか家庭においても忙しい家庭もありますので、まあ、本当にこの教育委員会の方に生徒らは携わっていかなければいけないと思います。まあ、そのためにも学力向上は本当に大事なものであると思いますが、まあ、ご足労でございますが真剣に取り組んでいただきますようにお願いをしまして、この質問は終わらせていただきたいと思っております。続きまして、防犯カメラの設置についてを聞きたいと思っております。最近ですけれども新聞テレビなどで報道されている通りでございますが、防犯カメラの映像によって、犯罪などが、解決するケースが数多く見られております。そこでございますが、昨年度発生しました新潟県のこの言葉ちょっともう和らげて申し上げます。女児、放置事件、そしてもう一つは、松山で起こりました、刑務所脱走事件、こういうものがありましたが、こういうものも本当に防犯カメラで、容疑者の特定の役割を果たしております。ですから防犯カメラ、防犯カメラはこれからは大変役に立ってくるのではないかというところで、松阪市は平成30年度から防犯カメラの設置そして補助金を事業化しておられます。まあ、この事業化についてはまあ私も職員の皆さんにいろいろと聞かさせていただきましたので、これはのけて、防犯カメラのこれ、設置、そして、目的にはどのようなものか、そこのところを具体的に知らせてください。吉田環境生活部長。はい、防犯カメラの設置目的はどのようなものがあるかというご質問でございます。防犯カメラの設置補助金につきましては、まあ、以前から地域から強い要望があり、地域の防犯対策の一環として防犯カメラを設置する自治会に対し購入費そして、設置費用にかかる補助金を交付することで地域の防犯力向上に寄与することを目的としてございます。防犯カメラの設置目的は地域によって事情が異なりますので、その理由は様々でございます。まあ、今回申請していただきました設置理由といたしましては、まず空き巣などの窃盗対策、そして通学路などの不審者対策のほか、新聞紙そしてペットボトルなどのリサイクルごみの盗難、それと廃棄物の不法投棄対策などがございました。まあ、本事業によりまして防犯上の効果はもちろんのこと、体感治安の向上により安心して生活できるまちづくりが図れるものと考えております。以上でございます。野呂議員。はい、ありがとうございました。よくわかりました。その通りでございますが、防犯カメラはですね、犯罪解決に本当に重要な役割を果たしていると私も思っております。最近聞いたことでございますが、県外市外の自治体でも、ね、でも防犯カメラに関する、施策を打ち出しているところがたくさんございます。その中でございますが、松阪市では、この今年度から、防犯カメラに関する取り組みをしてみえることは本当に喜ばしいことでございます。今後の見通しと
そして、方針をどのように考えてみえるのか、そのところ具体的にお願いしたいと思います。吉田環境生活部長。防犯カメラの今後の見通しとか方針というふうなご質問でございますが、事業の昨年30年度、今年度ですが、実施しておりますけれども、初年度ということで、申請受付の準備などに時間を要しまして、防犯カメラの設置は一番早い自治会で10月の申請となっております。今回、申請いただきました10の自治会につきましては、設置工事自体は本年の2月までで、完了しておりますが、防犯カメラの稼働実績がまだ、数週間から数ヶ月ほどしか経っていないと状況もございまして、まだ防犯カメラの設置効果というのは、まだ確認はできている状況ではございません。効果そのものを数値で確認することはなかなか難しい状況ではございますが、今まで防犯上の不安を感じていた場所にカメラが設置されたということで、地域のやはり先ほども申しました体感治安というのはかなり高まるのではないかと考えております。また野呂議員もおっしゃられましたように、昨今の事件などは防犯カメラの映像が事件解決の大きな解決に大きな役割を果たしているということは事実でございます。今回自治会が設置されました防犯カメラにつきましては、松阪警察署に設置場所、それと台数などを随時状況報告するほかに、各自治会とも協力しスムーズな連携を図れるよう、体制を図っていきたいというふうに考えております。また今回の事業については多くの自治会さんからの問い合わせがございました。そして防犯カメラの設置について地域で協議しているということも伺っておりまして、潜在的な需要はまだまだ高いものであるというふうに考えております。この事業を通じ防犯の解決、犯罪の解決という直接的な効果だけではなくて、犯罪の芽を摘む効果、抑止力の向上にも、努めていきたいと考えておるところでございます。以上でございます。野呂議員。はい、ありがとうございました。今後の取り組みといたしまして、犯罪の芽をつまむ効果、そして、抑止力の向上というふうなことを聞かさせていただきまして、努めていくとお聞きしまして、本当に大きな今日は進展性があったと私は思っております。市民の皆様がですね、安心して暮らせる街づくりの この松づくりに貢献をしていきたいということを期待いたしまして、私の質問をこれで終わらせていただきたいと思っております。続いて山本議員が質問をいたしますので、よろしくお願いいたします。